シモン・ジョルコフスキは、ポーランドのポズナン出身のハンマー投げ選手で、シドニーオリンピックの金メダリストである。ジョルコフスキは、1990年代までは、無名で、オリンピックや世界陸上の決勝進出の経験のない選手であった。しかし2000年、自己記録を2メートル近く更新する81メートル42を記録するなど、この年大きく力を伸ばした。シドニーオリンピックでは、 接戦を制し、優勝を果たした。さらに、続く2001年の世界陸上でも優勝。決勝では、先行していた、室伏博治を逆転する83メートル38の大会新記録をマークし、オリンピックとの2冠を達成した。この記録は、現在のジョルコフスキの自己記録となっている。アテネオリンピックでは、予選で敗退するなど、 調子を落としていた時期もあったが、2005年の世界選手権では銅メダルを獲得し、最近では世界大会での入賞の常連になっている。2009年の世界陸上では銀メダルを獲得した。2012年、ヨーロッパ選手権76.67メートルの記録で銅メダル獲得。ロンドンオリンピックは77.10メートルで7位だった。2013年、 2005年世界選手権時のドーピング検体再検査を行った結果、1位のイワン・チホンと2位のアディム・デフヤトフスキーの違反が発覚したため、繰り上がりで金メダルを獲得。ありがとうございます。